国連大学サステイノビリティと平和研究所は国際連合のシンクタンクとして地球規模課題解決のための研究、人材育成、知識の普及活動を行う国際連合大学に属する研究機関である。UNUISP は東京の国連大学本部内を拠点としドイツにオペレーティングユニットを置く。UNUISP では国連が取り組む課題の中で 最も喫緊である地球変動とサステイナビリティ、平和と安全保障そして国際協力と開発という三つの分野横断的な課題をテーマとし、教育、研究、研修事業、知識普及活動に学際的なアプローチで取り組んでいる。UNUISP は国連大学の一研究機関として、国連大学検証並びに国連大学の原則及び方針に則っ,って、 運営されている。また、国連大学の各研究所をはじめ、世界各地の学術機関、あるいは政策立案コミュニティと、グローバルなネットワークを構成し、大学院レベルの教育、研究、研修事業、知識普及事業等を行っている。サステイナビリティと平和というテーマのもとで、UNUISP が取り組んでいる活動は、以下の通りである。 UNUISP は2010年9月に大学院修士課程サステイナビリティと平和研究科を開設し自然科学、社会科学、人文科学を融合させた学際的なアプローチを通してサステイナビリティ、気候変動、開発、平和構築、人権といった喫緊の地球規模課題の解決に必要な高度で幅広い知識と 問題解決能力を備えた人材の養成を目指している。また2012年9月には博士課程を開校予定である。UNUISP は国連大学の環境と持続可能な開発及び平和とガバナンスという過去の2つのプログラムの強みを活かすとともに学融合による相乗効果により人類の生存、開発、 福利に関連したグローバルで緊急の課題に対して、より効果的に取り組むために設立されたもので、2009年1月1日から、その活動を開始している。UNUISP は、研究、教育、共同イニシアティブを通じて、これらの分野横断的な課題を相互に関連付け、現在の問題の解決を図り、将来の課題を展望することを目的に、地球変動、開発、 平和、安全保障を保含するサステイナビリティの問題に革新的かつ統合的なアプローチで取り組んでいる。UNUISP は以下の3つのテーマに組み込みながら研究活動を行っている。持続可能な開発とそれを支える要素間の相互作用に対する理解を深めることを目指して研究に取り組んでいる。武力紛争、人権侵害、組織犯罪。 病気の蔓延、兵器の拡散、テロといった平和への脅威に取り組む研究を進めている。開発途上国の低開発、意思決定における代表不足、国内及び国家間の経済、社会的不平等、資源、医療、教育、科学技術への不十分なアクセスなどに取り組む研究を行っている。2009年12月に国連総会決議で、 国際連合大学検証が改正され、国連大学に学位の授与が認められたことを受け、UNUISP では2010年9月、大学院サステイナビリティと平和研究科を開設した。本研究科では、自然科学、社会科学、人文科学を融合させた学際的なアプローチを通して、サステイナビリティ、気候変動、開発、平和構築、人権、 貧困削減といった国連及びその加盟国が直面している喫緊の地球規模課題に幅広い理解と卓越した問題解決能力をもって取り組む人材の育成を目指す。UNUISP では人材育成に積極的に取り組んでいる。特に開発途上国の研究者や研究機関の能力を高めることに力を入れている。UNUISP は 国連大学国際講座を毎年6週間東京の国連大学本部で実施している。この講座は将来国連機関や多国籍企業、国際的 NGO、それに各国外交機関など公やと民間の両分野で国際的職務に就くことを希望する各国の大学院生と大卒資格を持つ社会人のために国連大学が毎年開く。 短期研修講座である。国連大学グローバルセミナーは、現代社会が直面している地球規模の問題と国際連合の取り組みについての意識を高めることを目的に開催されている。学生や若い社会人を対象に、国内外の著名な学者や専門家と講演やグループ討論を通して交流し、特定の問題について理解を深め、議論する機会を提供している。 ありがとうございます。